号外動画です。ロックギター、リフ&ソロ、コレクター、T です。私の動画チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。関西人ではないのですが、今回から関西風ナレーションに進化しました。文章的には標準語ベースのままですけどね。AI トーク2の4話者パックを使用してましたが、AI トーク3、7話者パックが、激安バージョンアップ価格だったので、導入してみました。今までは、男性の声が、ベテラン1名のみだったので、使いづらかったのですが、今回のバージョンでは関西メンズ、1名が追加され、用途が広がりました。最近の、テキスト音声合成ソフトは、本当にすごいですね。どんどん進化してます。今まで、一部のボイスロイドと、AI トークシリーズを愛用してきましたが、この、AI トーク3は、ボイスロイドシリーズのクオリティに、ようやく追いついたバージョンとなりそうです。個人的には、5種類の記号の挿入で間を空けれる記号ポーズ機能がついたのは、かなり嬉しい改良点です。前のバージョンの AI トーク2では、音声効果に、後発のボイスロイドに搭載されていた、抑揚と単語登録が追加されて、進化を感じましたが、今回また少し実用性が上がったような感じですね。Amazon で簡単 AI トーク35話者パックと簡単 AI トーク3関西風2話者パックを買うとなると現時点で2万円以上するようですね。以前ソースネクストで同シリーズを買った人はマイページで割引キャンペーン価格で購入できます。かなり安いですね。3000円で買えてしまいました。期間限定みたいなので見逃さなくてよかったです。ソースネクスト e ショップの購入履歴を確認したら、初代の AI トークは4680円。AI トーク2へのバージョンアップは2000円。この2つを合わせても、Amazon の AI トーク2のダウンロード版の半額以下ですね。てか、全部合わせても1万円程度で済んでることが驚きです。ソースネクストの割引対象ソフトにも当たりがあるんですね。